尻の筋肉硬い子が多いので、上に飛んだり前に加速したりっていう時にやっぱりお尻の筋肉が固まってて使えないとパワーが発揮できないから。なるほどなるほど。やっぱりここを折りたたむことなんですよね。ここを折りたたむっていう動きでやっぱりお尻の筋肉の柔軟性っていうのがもう特に大事になってくるので、普通にこう気をつけて立ってる状態ですね。ここから片足を後ろに引いていきます。で、足がつくのと同時にしゃがみ込みます。で、気をつけに戻る。この時にこうつま先が開いていたりすると足をクロスした時にお尻が伸びるどころかちょっと膝に負担がかかってしまう体勢になってしまうので、開始姿勢でしっかりとつま先はまっすぐです。太ももの外側からお尻にかけてかなり引き伸ばされます。